じゃじゃーん。アマゾンでマイクを買いました。本当はヤマハ AG03MK2 っていう4月1日に予約販売開始になったオーディオインターフェースを購入したんですけど、もうすぐ1ヶ月になるのに入荷しましたっていう連絡が一切ないので、待つことができずにアマゾンでマイクを購入することにしたんです。まあ待ってればアマゾンで無駄にお金を使わずに済んだんですけど、マジでいつ来るかわからないのでアマゾンで買いました。なんかこう見てると結構いい感じのマイクですよね。これ実は2200円で買いました。購入する1日前は3300円だったんですけど、割引セールが始まって1100円も安くなったのでめっちゃ喜びました。中身も一つ一つ梱包されていて結構いい感じですよね。これがメインのマイクですね。2200円の割にはめっちゃ綺麗やし、結構丈夫そうやし、いい感じのマイクですね。あと USB とコンバータとですね。では今から組み立てていきます。この商品を買う前に初め評価でいろんな人のコメントを見たんですけど、このマイクが最悪という人もいれば、この値段で最高っていう人もいれば、結局商品ってどっちなのかわからないので自分で買ってみて使うしかないかなって思ったんですけど、お値段の割に思った以上に良かったので紹介させていただきました。ちなみに今喋っているマイクも映像に流れているこのマイクです。すみません、外でちょっとバイクの音がうるさかったので、ちょっと音を消して私が作ったカノンの BGM を流しながら話を続けていきたいと思います。これちなみにスイッチのオンオフもできるのでかなり便利です。マイクのスタンドはこんな感じです。結構いい感じですよね。Amazon でセットで売られていたマイクなので、マイクの質に少し心配もしたんですけど、皆さんは今私が喋っている声はどんな感じですか？2200円で買ったマイクの割にはかなり綺麗だと思いませんか？ちなみにノイズ除去とかの機能は一切使ってなくて、そのまま喋っている感じです。歌ってみたようにいいマイクを自分は持っているんですけど、オーディオインターフェースがないので急遽このマイクを購入しましたが、ゲーム実況に使うには十分なマイクだと思いました。もしマイクを安めで買いたいっていう人はこのマイクをおすすめします。今の私の声の音質があまり良くないって感じた人は買わない方がいいかもしれませんが、逆に気にしないっていう思う人はおすすめします。このコンバーターがオーディオインターフェースの代わりとなってくれています。最後にこの USB をコンピューターに挿したら完成です。これでマイクが使えるようになります。この動画が役に立ったと思っていただけたら、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。